こんにちは、フーライボーです。本来私のチャンネルは海外旅動画プラスアルファの Vlog チャンネルなんですけど、新型コロナウイルスのせいで、全く外国へ行けなくなりました。取得していた外国の滞在ビザも取り消しになり、海外旅動画をアップロードできなくなっています。最近海外旅動画プラスアルファの動画ばかりになっていますけど、いつかまた、世界をさすらうフーライボーを復活させるつもりですので、今後とも当チャンネルをよろしくお願いします。さて、今回はこれ、アマゾンポチッとな攻撃の結果送られてきたこの段ボールの中身を紹介します。有名な YouTuber とは違い、経費になるわけじゃないんですけど、まあ Amazon でポチりは分かっちゃうけどやめられないって感じ。はい、これ電動ドライバなんだ。これ入れる袋ですね。入れる袋。ドライバー本体。あ、動くんだよ。充電してないの。USB で、充電しますので、USB-C じゃないですね、USB のマイクロ USB のコードです。それからこれ、5本のビット、両面使いますね、ビットがついてます。USB ここから充電ですね。ここに差し込む。手動で使用することもできるそうです。閉める、焼く、緩めるか。閉めると緩める、ちゃんと動きます。今ちょうどこのフライパンの蓋が緩んでます。閉めてみます。うわ、強い。
強い、本当に強い。初めて買う電動ドライバーなので、他のものに比べてこれがいいかっていうのは分かんないんですけど、まあこれ結構使えます。説明欄に今回購入したこの電動ドライバーの URL を貼っておきます。